どうも、うかでございます。今回はエストレートの直球人生2ということでやっていきます。夜は巨人戦でございますよ。というわけで、じゃあ今回お出かけして、ちょっとどっか出かけていきましょう。なんかあるかなということで、いろいろ行ってみたいと思います。河原で遊ぶ。空き手なんと言っても仕方ないしな。公園で遊ぶ。あ、でもスタミナちょっと貯めたいから、これ、スタミナちょっと欲しいんで、これちょっとどっか飯食い行きましょうか。どっかあったかな。あ、ここ。ちゃんこ鍋。ちゃんこ鍋は確かあれだよね。なんかあの、選手生命伸びんだよね。あとはなんだろう、病院行ってなんかあんのかな。とりあえずこれはいいや。簡単にちょっと行っちゃいますか。ちゃんこ鍋で体力回復します。もうちょっとなんかあの、お、なに、え、松尾ゲルさん、お、話しかけてみよう。うん。おい、この、お、よかった一緒にどうだ。喜んで喜んで。終わってもらった。マジか。お、いいね。お、ほんのり伸びた。いいじゃん。お、マジで君紹介してありがとうございます。9回を背負う選手になると思ってる。へぇ、そうだよ。実力、おいおい。お、指導、ぜひお願いします。本当に。はい、もちろん。やったね、こういうリスト。来たじゃん、これ。いいんじゃね、選手。すげえ、OB 選手。あの、松岡さんが、俺の、あの、何か身近な人になってくれたって嬉しいですね。差し合いしましょう。レッツゴー。さあ、今度こそ19奪三振取るぞ、本当に。あ、でも巨人相手か。いけなくはないよね。うん。当たれはでかいけど、それをうまく、あの、切り崩していけばワンチャンいけますもんね。19奪三振。そのためには極力、失点をしないこと。てかゼロだよね。じゃないと後半下げられちゃうんで。オッケー。まずはじゃあゼロに抑えていきましょう。どん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 。勝利数を伸ばしていく。それで新人王も取りたい。できることなら。それはまだ先の話か。行きましょう。はい。セリーグ、公式戦第17回戦でございます。東京ヤクルトスワローズ対、読売ジャイアンツ。さあ先発は、おい、ストレート、いいね。13勝1敗。かなりいい感じだよね。17番か背番。なるほど。背番号。いいじゃん。さあ行きましょう。4番長男。やっぱ4番長男なんだね。さあ行こう。プレイ。ハヤト。低め、高めは怖いからね。セイ。いいね。いいね。相変わらずストレート冴えてますよ。どうだ。オッケー。絶妙入った。さあ、厳しいところを攻めるよ。おし、あークス。追い込んだんだけど。まあいいや、まあいいや。オッケーオッケーオッケー。まず一つずつアウトを取っていくことが大事だから。井端さん。ちょっと井端さんも、なんだろうな、俺的にはもう一回なんか、中日に戻ってきてほしい感はあるよね。なんとなく、まあ俺ヤクルトファンだから、あんまあの、戻ってきてほしいっていうわけじゃないですけど、もう一回せめてもう一回洗い場を見たいですよね。うん、オールスターで見れたらいいな。せい！オッケー！あ、オッケー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 。あー、ちょっと待って、やばい！うおい！危ねえ。アンダーソン、よく抑え。オッケー。うわー、20本ってのが怖えな。大丈夫かな？なんだか抑えていこう。せや！あー、それが入んね。厳しい。内角。低め。オッケー、よくいった。強振が怖い。高めはいけない。おーし、追い込んだ。いいね。じゃあ最後、全力ライジングショットで決めるんだぜ。すいや読まれた。ちょっと待って、取って。あー、ダメか。ダメだな、ダメだな。よ、全然三振が取れなくなってんだもんな。よいしょ。で、こういう、もうちょっと絶妙なところでやっていけばいいのかな。そうそう、こういう感じで。オッケー、どうだ。いやー、ダメだ。くっそ、マジか。全然ダメだな。三振が取れない。本当に。やっぱりここでホームラン打たれたらもう最悪だからね、展開的には。全然ホームランバッターだからな、秀一さんは。せい！あー！あー、危ない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 。うわー、三振一つも取れなかったか。まあいいや、まずは一つずつアウトを取っていくことが大事ですから。で、気づいたらよくバレもう43本じゃなかった、心なしか。すげえな、やっぱり。やっぱり公式チートってこのことを言うんだろうね。せや！オッケー、追い込んだ。いいね。橋本、抑える、ボール球で。あー、振ってこないのか。くっそー、うまく当たっ、ダメだー。ダメだな、まあ、抑えたからまだいいけどね。取れねえな、三振。ちくしょう、難しい。えい！あー、ダメだ、初球打ち返い。まあ、いやいや、オッケーオッケー、センターフライ。オッケー。これで、おっしゃ。で、それで、23本打ってる、安倍さん。おかしいな、本当に。うわー、怖え。が、低め、えい！あー、入んね。くっそー。じゃ、今度、足元。えい！よく入った、オッケー。さあ、三振取りたいぞ。全力ライジングショット高めに行こう。そいや！おっしゃー、ようやく一つ目。ペースは良くないけど、まあいいや。でも、うちのチームもよ、なんか、打てねえな。どうもいまいち。そいや！いいね。さあ、内角へ、ポーンと投げて。よっしゃ、追い込んだ！ライジングショット。頭の方を打つぜ。よっしゃ、オッケー、いいね。ここ弱点かもしれない、意外と。意外と高めて投げない感じかもしれないですけど、投げてみたら意外とザルかもしれん。そこ攻めていこうかな。
オッケーオッケー。だから行けるところまでは結構なんか際どいところ攻めてって、やばーい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おー、幽閉ナイス。あ、ナイスナイスナイス。おー、怖かった今。ありがとうございます。そういや。いや、よかったですよ。ピンチになれたら最高です。今の取ってくれたら安心だよね。ピッチャーからしたら、本当に。よし、内側へ、ポーンと投げて。いやー、ダメだ。うわー、難しいな。これで一応二つ目か、三振は。まあいいや、よし。あ、見てなかった今。見ときゃよかったな。まあいいや。ちょ、パッパと流しちゃうもんでね。そういや。あー、入らない。コントロールを極めるかな、急速練習というよりかは。そっちの方がいいかもしれない。うん、なんかね、こう、際どいところ攻められない、本当に。よっしゃ、追い込んだ、ファール。じゃあ、高め、ここだ。決めるぞ、おりゃ!いやー、カットか。くそ、こういう時に、すげえカットされて不安な時に、こそ、まあ、三振した方がいいけどね。変化球欲しいですよね。まあ、そういう変化球なしの縛りなんで、頑張りますけどね。うぃよ、危ねえ。超の、ファイヤー!よっしゃ、いいね。気をつけて。おい、高め、どうだ?あー、振ってこないか。厳しいな。てか4回で結構消費してんな、スタミナも。うわーオッケー。今のところまあちょっと、そこそこ危なげなく。いや、最初危なかったけどね、若干。しかし相手も菅野によく抑えられてんな。菅野は確かなんかすごい最多勝には近い感じで来てましたからね、確か。巨人の中でも。だから、この試合でできれば菅野とちょっと差をつけたいですね、さらに。ちょっとこれボール球か?いや、でもストライク入れる。読まれた!やだ、よし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 。オッケー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 。あと、ピッチャーゴロに対応する能力も欲しいですね、どうせやったら。あ、でもゼロか。いい試合すんな、おい。ゼロゼロ?よいしょ。危ね。怖いな。6番とはいえど、2本。2本ってどうなんだろう。守備型なのかな、この選手は。あるいは足か。どうなんだろう、橋本。まあ、いいや。さあ、抑えていこうぜ、スイヤ。あー、振らない。155キロの最速の球なのにね。えい!いやー、ダメだ。外角高めか、そしたら。狙うとしたら。これで太田、抑えるよ。よいしょ。うぃ、怖え。すいや。オッケー。で、高め。うい。振らない。なるほど。じゃあ、低めで。よいしょ。うい。オッケー。いいね。よし、阿部ちゃんも抑えよう。阿部ちゃんは前回三振で抑えてますから、流れ的にはいいんだよね。えい。よっしゃ、いいね。テンポよく。えい。あー、ちょっと待ってくださいよ。ダメ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 、やめて。マジか、嘘だろ。マジ公式チートだわ、阿部さん。テンポよく打たれたよ。やばいやばい、これ下ろされるく、やべ、菅野にまた追いつかれる。くそ、やばいやばいやばい、この野郎マジ悔しいな。うーわー、よく打たれんな。しかしなんとか抑えたいって気持ちはあるんだけど。よし、オッケー。四つ目。ようやく四つ目だよ。三振も。ちょっとダメだ、最近流れが良くない。やばいな、ちょっと。よいしょ。やっぱり、プロの世界は厳しいね。あれかね、なんか以前なんか、マークが厳しくなったってありましたから、多分それだよね。あるとしたら。それで、難易度が上がったみたいなパターンでしょうね。そんな厳しい話があるかって、ストレート一本で、切り抜けられるか不安だぞ、最近だって。ゼロに抑えることしか少ないのに。これやばいな、ちょっと。今の菅野、うちのチームが抑えられるかって言ったら微妙なラインだしな。しかも、絶妙に抜けるっていう。あー、くっそ、これ全員安打の予感がするぞ、これ。大丈夫か?よいしょ。うい。よし、追い込め。いや。よーし、ゲッツーの予感。おー、足を直線か。じゃあ、しない。ライナー。そして、長野にも打たれてんだよな。なんか4番に座るだけのことはありそうだから気をつけて。なあー、減らない。くそ。すいや。入らねえ。えい、どうだ。なあー、くそ。厳しい。ういしょ。あー、ちょっと待ってって。だからダメ。やめて。あぶねえ。いやー、厳しいって、本当にストレート1本は。まあ、俺が自分でやったはずだからね。強いな、巨人。やばいぞ、俺今回。本当に。負けちゃうんじゃない?俺。ちょっと。苦悩で、苦悩。そいや。あー、ちょっと待って。うわ、最悪。おい、マジか、ちょっと。むずくね。おい、むずいぞ、ちょっと、今年。やばい、落とされる、おろされる、さすがに。おい、勘弁してくれよ。ちょっと、待って。こんなに難しかったっけ、最初。全然打ってくれないんだけど。振ってくれないんだけど、っていうか。やばい。あー、危ない。よしよしよし。ようやく。
6、7は安心なんだよな、ある意味。でもこれもう1点取られたらもうやばいよ、いい加減。来い。なんで振らない。そう、もうちょっとザラだったはずなんだ。うい。厳しいな、おい。よいしょ。あー、振らねえな。えい。あー、もう最悪。勘弁してくださいよ、本当に。あー、あー、あー、あー。これ下ろされた、下ろされんじゃねえの？あー、安倍ちゃんか、ここで最悪、もう。あー、防御率1点台になっちゃったよ。くそー、これ厳しいぞ、俺、このし、あー、もう、やめてよ。あー、バカ、バレンティン、お前、ふざけんな。うわー、バレンティン、お前、やめて。あー、うわ、最悪じゃん、これ。下ろされるか、これ。あー、まだやるの？やばい、初めてピヨった。くそー、もう、ちょっと待って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 。俺この失点はダメだってさすがに。ああ、ようやく抑えて。これ交代か、もうピッチャー。いや、それとも俺のし、もう試合任しちゃうのか、あんな勝ったわ。ああ、もうちょっと待ってよ、最悪だわ。流れが悪すぎる、あまりにも。やっちゃったな。うわ、菅野が14勝2敗。俺もなんだよな。試合を壊してくれたな。いや、待ってくれよ。俺だってこんなことになるとは思わなかったんだって。急速経験値。あー、うわ、めっちゃ調子下がった。マジか。なあ、厳しいな。MVP、何？あんま望んで、あんま関係ないんだよね。セリーグは？あー、ないんだ。パリーグ編だからあんま関係ないか。ちくしょう。8月21日。ちょっとどうしようか、これ。ちょっと待って。強化項目変えますか？コントロール、コントロール。どうしようか。どうやってんのこれ。詳細指示か。これか。で、コントロール上げましょう、とりあえず。これからは、ちょっと休息はダメだ。うん、そうしますわ。オッケー。というわけで次回もご覧ください。じゃあねん。